皆様ありがとうございました。どうぞお座りください。今日のメインイベントです。最後にライズバンタム級タイトルマッチ、チャンピオンベルトが変換されます。3分5ラウンド、延長ラウンドは無制限、勝敗がつきます。以上でタイトルマッチ前のセレモニーを終了いたします。この放送の解説です。ライズバンタム級1位、ここのワイズマンこと志郎選手、そしてライズガールズバーアンバサダー上村恵梨香さん、お二人のダブル解説でお送りします。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。177センチ52キロ、ライズ一発目はバンタム級のタイトルをかけての試合となりました。ライズバンタム級に挑戦者ケン去年11月の大阪大会で千葉なデビットを下しまして4位からランクアップ、赤コーナー王者への挑戦権を手にしました。剣豪 54.8キログラム、山口道場所属、本日が2度目の防衛戦、ライズバンタム級王者鈴木正彦。2年ぶりの防衛戦です。剣豪について背が高く手足も長いので距離が重要、判定まではいかないんじゃないかなと KO 決着を予告しました鈴木正彦です。どっちが本当に先に仕掛けるんですかね。どちらもバチバチにやり合うというファイトスタイルではあります。見合った感じ、剣豪選手すごい大きいなって思いましたね。なんか鈴木雅彦選手大きく見えるんですけど、バンタム級で鈴木雅彦も、まあ、ある程度の身長はある方なんですが、鈴木雅彦が168センチ、そして剣豪が177センチ、その身長差は9センチあります。これだけ身長差がある選手と鈴木選手が試合やったこと多分ないですよね。そうでしょうね、このバンタム級ですからね、バンタム級の中では異様なというか特徴的なこの身長があります。剣豪身長は177センチ、ここから繰り出されるパンチ非常に強いものがあります。回数スピード、そしてパンチ力すべてを持っている鈴木雅彦、中に入ってくる、返すのは剣豪、膝も返していった、ここで一気に鈴木が出てくる、右左鈴木が一気に行く、前に出る剣豪も、ここで応戦する、剣豪待つ、右行く、剣豪が行く、追い詰めていくか、剣豪が倒れた、ダウンです。鈴木のパンチが入りました。鈴木選手ももらってますかね、また多分なるんじゃないですか。そうですか、鈴木選手が効いたかなって思った瞬間になったんで、ね、はい、剣豪もしっかりと返しましたよね。いや、しかしここで剣豪動きが止まったかと思うんですが返します。鈴木が前に出る、まずダウンを1回奪ったのは鈴木、コーナーに追い込んだ鈴木、ここから前に出る、一気に終わらせようというところか、そして剣豪もまだ応戦する、右からの打ち上げ、鈴木頭で効いたか、少し引いてるか、剣豪ガードが下がってきた、手前に出る、これはスタンディングダウン、鼻のあたりから出血があるか、まだ一歩ありますからね。そうですね、大丈夫、まだ一歩あります。鈴木は一気に前に出てくるでしょう。剣豪をなんとか踏ん張ることができるか、まだ行く、ラストストップ、 KO 勝利、鈴木正彦、すごい、2度目の防衛成功です。5ラウンド同等じゃなかったですね。問答無用の爆撃ボーイは一瞬で終わらせました。志郎さんと上村さんに話聞こうとしてたんですけど、ごめんなさい、ほぼ私がもう右左という状況だったんですけど、いや一瞬でしたね、喋らずとも、はい、もう試合だけ見てれば多分視聴者の皆さんも分かってると思います、では改めて落ち着いたところでお二人に伺いましょう。まず志郎さん、鈴木が一気に前に出て、剣豪も一瞬こう前に出て、鈴木も食らう瞬間ありましたよね。そうですね、まあ、でもあのやっぱ近い距離だとやっぱりリンチャーの方がやっぱり不利なので、この間もやっぱり
まあ、よく鈴木選手行ったなと思いますね、この1ラウンドの最初から、はい、やっぱその気持ちの強さはやっぱあるなと思いましたね。これもスウェイジでしっかりと相手のパンチを見てたんですね。なるほど、コーナー背負ってるところの映像だったんで、はい、聞いて止まってるのかなと思ったんですけど、リプレイで見るとしっかりスウェイしてるんですね。そうなんですね。なるほど、これもまた違う角度から見ますと、森村さん、鈴木としては平然とサンドバッグの打ち込みかのように打ってますね。爆撃を見せていただきました。一瞬の出来事でした。衝撃的な強さを見せてくれました。応援に成功したことをここに認証します。まあ、この鈴木は最後の勝利を収めているわけですが、先ほども VTR でありました、ボクシングで世界3階級制覇長谷川穂積さんの指導も受けていてという状況ですね。そうですね、まあ、そして最近見たらパンチの技術も上がったと思いますし、まあ、威力も上がってるなって、うん、思いましたね。なるほど、その中でパンチで現在3連勝中、乗りに乗っている健吾を難なく倒しました鈴木雅彦。でも健吾選手もめちゃくちゃいい選手ですからね、はい、でしかもやっぱり今日の試合を見てよりやっぱり気持ちも強くてすごい大豆のファイターだなって思ったんで、また今後も活躍してほしいです。もちろんこう作戦など含めて応戦しなくても、あの身長差高さを生かしてもいいところではあるのかなと、そうです、ね、一般的には見えるんですが、でもあえてそれでも打ち合っていきましたよね。あ、でもお父さんの意思をしっかり受け継いだんだなっていう思いで見てました。私は志郎さんはそのあたり健吾選手のあのファイト精神いかがですか。まあそうですね、まあ、自分だったら、まあ、もうちょっと生かしてほしいなと思いましたけどこれはね、作戦の立て方というところがそれぞれの陣営にあるでしょうか。そうですね、で、まあ、分かったと思うんで、まあ、さらに強くなっていくんじゃないですかね。これやはり経験値というのがさらに上積みされてということになるかもしれません。剣豪としてはディープキック 55kg の王者だった鈴木雅彦に挑戦するためにディープキックに参戦し、そして鈴木が先にライゾの舞台に上がって一歩遅れる形で剣豪がディープキック王者になりました。追いかけてきたこの鈴木の背中、念願の一戦だったんですが、なんとなんと1ラウンド KO 負け。やはりこの王者の強さを見せたという一戦になりました。この強い選手とやると一気にレベル上がりますからね、まあ、今回の敗戦でまた急成長するんじゃないですかね、健吾選手は。鈴木雅彦チャンピオンにコメントをいただきます。お願いします。さあ、その勝った鈴木雅彦、はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。山口道場の鈴木雅彦です。今回はやっぱりすごいコロナの中ですけども、こうやって大会を開いていただいたライズ様、そして皆さん会場に応援に来てくださってありがとうございました。そして健吾選手もやっぱり家族の思いとか全部背負ってこのリングに立って、その覚悟とか気持ちを僕も全部伝わりましたし、本当にありがとうございました。そして6月ですね、すごい試合が決まってるじゃないですか、格闘技界のめっちゃ大きいと、そこで僕も出場したいんですけど、やっぱりライズの一番強い選手、55キロの一番強いチャンピオンとしてやっぱりリングに立ちたいんで、4月のライズエルドラド、4月で僕やっぱりこの階級でやり返さないといけない相手がいてるんで、その舞台でどうでしょうか、井戸代表、4月もう絶対盛り上げるんで、僕は絶対倒します。それと今回というか今年から山口道場の山口兄弟がちょっとジムを辞めちゃって、ピエロクラブっていう自分のあれでやってるんですけど、もう山口兄弟はずっと僕の兄貴分やし、ずっと兄貴なんで、これからも背中を
見せていただきたいと思います。まあ、2月にオープンフィンガーだけの試合があるんで、ぜひ皆さんそちらの方にも足を運んでください。そして今年皆さんでみんなで一緒に格闘技界を盛り上げていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。鈴木雅彦が自身2度目の防衛戦勝利となりました。今の4月に向けてのコメントは四郎さんに向けてということでおそらくいいと思います。名前は出ませんでしたが四郎さんとの一戦を望んでいるというふうに誰もが組んだと思いますが、四郎さん。そうですね、まあ、はい、まあ、強くなってますし、まあ、絶対まあ2022年のうちに絶対、鈴木君とやらなきゃいけないなと思ってるんで、まあ、全然自分もやっても構わないです。なるほど、四郎さんの、まあ、両手の感じ具合というのもだいぶ見えてきたと、はい、見えてきたんで、はい、うん、可能性としてはありそうですか。 あると思いますね。なるほど、楽しみにしています。神野さん楽しみですね。めちゃくちゃ楽しみです。なんか鳥肌立ちました。今鈴木雅彦選手が倒した相手隣にいるよって思いながら、はい